皆さんこんにちは。スマートテニスセンサーを活用し効果的にスキルアップをしていきましょう。ストロークの中でもまずはフォアハンドスピンを安定させるためのレッスンです。フォアハンドスピンを安定させるためには膝の曲げ伸ばしとインサイドアウトのスイング、内側から外側のスイングですね。でリストを立てて上に振り抜いて打つという3つのポイントを意識してください。スイングスピードを維持したまま回転量がぐっと増えてボールスピードが落ちることで安定したスピンが打てるようになります。はい、それでは打っていきます。はい、このようにボールの回転がすごく高く出ます。でスイングのスピードの割にボールの速度が90キロということで、すごく低く出るので、回転の量をすごく高く維持をしてボールのスピードを落とすのが目標になります。このようにプレーをデータ化して理解し繰り返し試してみましょう。できた方は次のレッスンに進みましょう。